みなさん、こんにちは。こんにちは。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。妻寺の小池陽人でございます。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。さて、今日はですね、先日も、日本笑顔プロジェクト代表の林英樹さんと、対談をお届けしましたが、先日から皆さんにご奉納をお願いしました、祈りの茶経プロジェクト。たくさんのお茶経奉納、そして支援金の奉納を賜りまして、その中間報告を、ちょうどというか、間もなくね、災害発災から2ヶ月が経つ、このタイミングで皆さんにお伝えできればと思いまして、今日は、この対談でお届けしたいと思います。林英樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。茶経プロジェクト、皆さんに本当にたくさんのお茶経を奉納いただきまして、本当にありがとうございました。本当にね、日本全国から送られてきまして、そして中にはお手紙を添えていただいたりですね、その思いを綴っていただいたり、本当に皆さん思い思いに、その祈りの心を込めてですね、奉納していただきました。中にはアメリカとかオーストラリア、それからブラジル、海外からもですね、奉納があったり、本当に、全世界から、送っていただきましてありがとうございました。そしてでね、大事なことは、その支援金、集まりました支援金の、今のところの、ご奉納の金額、笑顔プロジェクトさんへ送金させていただいた金額をお伝えしたいと思っております。まずですね、妻寺で、集まりました、奉納金額ですけれども、なんとですね、122万円、合計しまして122万円のご奉納を、本日までいただいております。本当に皆さん、ご支援をいただきましてありがとうございました。そして、同じく参加寺院のですね、まず、聖徳院様ですね。聖徳院様は、今までに、117,448円を笑顔プロジェクトさんに送金させていただいております。していただいております。そして、西室院さんは、15万円を送金していただきまして、そして、日大寺さんもですね、15万円を本日までに送金していただいております。まあ本当にこれだけ金額の大きい支援をいただきましたこと、まあ驚いていますとともにですね、本当に熱く感謝しております。まず、林さんからもですね、皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当にですね、短い期間の中にご支援のそのお力添えがですね、本当にこう瞬時に、集まったこと、写経って当然それぞれの皆様が思いを込めてお書きいただく、その時間も含めまして非常に、尊い、その写経をお寄せいただきましたこと、また合わせて、被災に、まあ、あったところの、まあ、支援、活動、そして今後の備えという、まあ、そういった部分も含めまして、皆様からお寄せいただきました支援金の本当に、多大なる奉上罪にですね、支援金に心から改めて感謝を申し上げます。本当に皆様、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今、ちょうど今これ撮影しているのがですね、9月の7日なんですね。で、皆様ご存知の通り、大型台風が九州を襲っております。なぜ九州ばかりと思わずにはいられませんが、まあ今、九州の熊本にですね、笑顔プロジェクトさんの熊本支部立ち上げておりますが、そこら辺の状況をですね、
林さんの方から、お伝えいただけますでしょうか。はい、ここ数日前からですね、熊本支部、朝霧町にございますが、支部の方とですね、お話と、させていただく中で、やはり、ニュースでもたびたびお伝えがされているようにですね、もう今までにやはり経験がないというような状況から、ホームセンター等々でですね、やはり備えのものを購入すると。でもなかなか、物資が、足りていなかったりとか、水が購入できなかったりとか、ガラスが割れないようにということで、ガムテープも、もうすぐに売れ切れてしまったとか、いろいろそういうような現地の情報を聞きながら、昨夜ですね、7日未明、状況を随時確認をしておりました。やはり夜中は非常に風が強くて、2階がもう本当に揺れてですね、もしかしたら屋根が取れてしまう、そういうような多分恐怖感もあったんじゃないかなというふうに思っておりますが、本当にその強さというのは経験がないような強さだとおっしゃっておりましたが、今朝になりまして、小さなやはり被害は少し出ているかとは思うんですが、甚大な、前回のようなですね、被害は今のところは、大丈夫というようなことで、昨日の夜たびたびですね、停電にはやはりなったということで、これはね、ニュースでも広範囲に、ける、停電というのは今も続いているというような状況でございますので、やはりそうしたライフラインの確保というのがですね、今回は、災害の状況としてはですね、直面していることなのかなというふうには思います。はい、これからまたね、一応台風一過過ぎたとはいえ、まだまだその名残とかですね、雨、風、当然注意をしなければいけないということと、やはり今朝、関東地方でまた地震がありました。非常にこういうタイミングでですね、本当に九州だけではなく広い地域で、この台風の影響を含め、こういった地震等もですね、やはりもっともっと備えをしていかなければいけないなというふうには感じております。はい、ありがとうございます。先日の対談でもお話がありましたけれども、本当に息の長い支援っていうのがね、大切になってくるんだと思います。まだまだ熊本の方復興されてないと思いますし、長野もそうですよね、岐阜もそうかもしれませんが、たまにご質問があってですね、まだこの稲塗りのプロジェクト続いてるんですかとお聞きになられる方 いらっしゃるんですが、もうしばらくというか、ずっと続けていきたいと、思っておりますので、皆さんできる範囲で本当に結構です。1ヶ月に1回でもいいですし、2ヶ月、3ヶ月に1回でも結構です。皆さんができるタイミングでお茶器をしていただいて、で、もしそこにね、奉納料を、していただけましたら、それが支援金になりますので、どうか、この趣旨をご理解いただいて、引き続きですね、このご修行、ご上行に、ご参加いただけたらと、切に、お願いしたいと思っております。はい。で、私ね、今日ちょっと、林さんにお聞きしたいことがあって、で、それ何かというと、林さんが、今というかですね、去年かなから始めた画期的な、災害対策と、それから街づくりと農業を、なんかこうコラボさせたような新たな取り組みを今、林さんがされている。で、それをまた先日は、熊本の朝霧町の町長さんですかね。はい。もうなんかこうお話ししたっていうことをお聞きしてまして、それが、名前が、ノーボですか？はい。はい、はい、そのノーボという取り組みがあるということですね。ちょっとそのノーボについてご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、ノーボという、聞き慣れない名前かと思いますが、実は農業と防災、はいはい、農業と防災、これは地域における社会問題、これ農業に関してもやはり後継者不足であったり、有給農地であったりということで、非常にこれ、
田舎農村地帯にとっては、まあ、社会問題になっている。そこと、まあ、今の災害、また防災、それから、まあ、復旧活動、こういったものをですね、両方の社会問題を一緒にしてしまっ、そしてそれを解決していこうというのが、農業と防災を兼ね揃えたものでございまして、実は、スペル、英語のスペルはですね、イタリア語で、実はボジョレ・ヌーボのヌーボ、はい、ね、と同じスペルを書きます。これ、ボジョレ・ヌーボのヌーボっていうのは、新しいという意味がありまして、まあ、もう一つの理由として、この新しい取り組みであるということ、うん、農業と防災を重ね揃えた、まあ、そんないろんなですね、意味合いの、まあ、施設、そんなことをですね、今、模索しながらできることをスタートさせていると。まあ、簡単に言うとですね、農業とか防災っていうとどうしても、まあ、関心がある人とない人と、あとは、まあ、時期的なものですよね。災害って、まあ、防災とか災害が起きた直後とかはですね、非常に関心があるんですが、なかなかこう、時間の経過とともに、その災害とか防災に対する意識というのは薄れていく。なので、うん、やはり、まあ、世界でですね、継続目標とされている SDGs、Gs に関しましても、うん、その継続をしっかり、見据えた中で、取り組んでいくというような観点からですね、うん、このノーボーの場合は、平時を楽しみ、有事に備えると。うん、はい、もう一度言っていいですか？平時を楽しみ、有事に備える。なるほど。いわゆるですね、まあ、テーマパークをイメージしていただく。で、うん、そのテーマパークの中に、重機、パワーショベル、穴を掘る、掘削する機械があったり、はい、その、まあ、重機で穴を掘ったところに、全地形対応車といわれる、まあ、四輪バギーで、こう走ってみる、山を、ね、渡ってみるとか、いろんなそういうような、まあ、テーマパーク化した、そんな施設、うん、で、その中には、災害時に必要とされる、まあ、トレーラーハウスとか、キャンピングカーとか、はい、バイオトイレとか、火を焚くためにですね、まあ、木を切るためのチェーンソーとか、薪割り機とか、うん、はい。で、先ほど言いました、その農という農業の部分にはですね、まあ、種には根菜類ですね、大根、人参、まあ、ネギとかもそうなんですが、そういったものを備蓄して、うん、そして、炊き出しですぐに使える。で、長野はですね、特に雪が降ります。なかなかその野菜の保存なんかは難しいんですが、実は、根菜類はですね、土の中に入れておけば、雪の下になっても使えるんですね。で、そういうようなことから、まあ、農業の部分もありながら、その周りではテーマパーク化しているというような形の取り組みを、実は、すでにもうスタートさせております。素晴らしいですよね。農業っていうのは、まあ、地方にとっては本当に大事な産業、まあ、全国にとって大事な産業だと思うんですが、まあ、ただ、林さんおっしゃったように、まあ、後継ぎがいないというか、後継者がいないっていう問題に直面してると。やっぱりこう、楽しみながら学ぶっていうところがないと、継続というところにもつながらないのかなと思うんですが、で、それをまあ、あれですよね、林さん、全国に広めようとしているということで、で、その笑顔プロジェクトの、まあ、私も、神戸支部ということで、ありますけれども、全国に支部を今ちょっとずつこう増やす活動もされているということですね。はい、そうですね。このノーボもですね、基本的には自分たちの地域を自分たちで守る仕組みのとして考えておりますので、この考えをですね、まあ被災地であるこの長野県小布施町で第1号を作った後に、まあ、最低でも全国47都道府県にやっぱり一箇所ずつ、それぞれの地域を守っていただく、まあ、拠点であったり、トレーニング施設としての位置づけとして、開設できたらなというようなこと。で、その、まあ、関連も含めまして、現在、36の支部が全国に今、
立ち上がっていただきまして、その大半がですね、うん、宗派を問わないお寺さんであり、うん、まあ、災害時には現地の情報をまず収集していただくと、そしてまた可能な範囲の中で、まあ、僕たちが支援をさせていただける状況であれば、うん、そこの、まあ、地域との、まあ、つなぎ役パイプ役になっていただいたり、まあ、今回のコロナのような形でどうしても僕たちが、直接行けない場合には、まあ、僕たちができる範囲の中で広報支援をさせていただき、そこの支部が、まあ、地域の皆さんに物資を運んでいただいたりとか、そういったこう役割をしていただければいいのかなというような形で、それぞれ全国のご寺院様を含め、企業の皆様も含め、現在36の支部が立ち上がっているというような状況でございまして、実は、まあ、この農房の展開もこの36の支部、これからもっともっと増やしていくつもりでございます。そしてまた、小池君の方からも話がありました、息の長い活動をしていく、まあ、こういうことがですね、まあ、本当に非常に、重要であるとともに、もともとこの日本笑顔プロジェクトは2011年、東日本大震災の時に立ち上げて、まあ、もうすでに9年が経つというような状況で、やはり今の皆様のご協力をいただけるその力をしっかりと、した形で維持継続さらには発展させていくために、実は8月の下旬にですね、この日本笑顔プロジェクト、任意団体というか民間団体だったものを、うん、一般財団法人日本笑顔プロジェクトというような形で、うん、まあ、財団法人としての登記が完了をいたしました、うん、やはり、大きな、ご支援、そして支援金もお預かりするというような立場の中で、やはりですね、皆様にも信用信頼も含めまして、うん、しっかりとした、まあ、基盤、組織基盤がなければというようなことで、一大決心をいたしまして、このような形になりまして、まあ、少しずつではあるんですが、そんなような形の体制作りにも今力を入れています。うん、ありがとうございます。で、ちょっとお伝えし忘れたの、その農房で、あれですよね、林さん、重機の免許を取ったわけですよね、はい、まあ、前回の対談でもお伝えしましたけど、林さんは自ら重機に乗って、で、土砂撤去の作業をされてますけども、その重機の免許を研修なんですか、免許を取る場合、はい、研修しますし、うん、資格取得もその農房でできるし、うん、さらにその資格を取ってレベルを上げていく、まあ、いわゆる自己研鑽の、うん、その部分に関してもそこでトレーニングができるというような。だからもう楽しみながら、でもいざという時はその楽しんで培ったその技術というか能力がまさに地域のために活かせるっていう、そう、そういう循環にもなっていくってことですよね。そうなんです。いやー、はい、素晴らしい取り組みです。で、その農房に、あれですよね、新たな車両が、はい、やってきたということで、前回の対談をご覧になってくださった方は、覚えてはると思うんですが、災害救援車両というのがありまして、そちらのご説明を、林さんお願いします。はい。はい、まあ、ちょっと映像がなくてですね、イメージを膨らませていただきたいんですが、まあ、いわゆる災害時にですね、まあ、現場に行く、まあ、そうするとですね、まず自分の身の回りのことは、まあ、自分で完結をしなければいけないとともに、やはり最前線で、まあ、情報収集だったり、それを伝達するであったり、まあ、いろんなですね、状況が考えられます。その上で、まあ、それに、特化した、車両というようなことで、実は以前、旧建設省でですね、導入をされていた、まあ、当時は災害、対策本部車両、いわゆるもう被災地のですね、最前線にその車を持って行って、まあ、政府関係者がその車両の中から状況を、まあ、政府中央関係各位に、
伝達するというようなもう最前線で使っていた車両を、今回ですね、笑顔プロジェクトで導入をさせていただいたというようなことで、まあ、民間ですが、もう僕たちはですね、最強の、まあ、組織を作っていかなければ、これはもう皆さんにこれだけご協力をいただいているんだから、やはりできることは全て、やっていこうというような、決心でですね、大きい、車両はですね8トンありますので、まあ、大型のですねバスのようなものをですね、でその中にはですね、まあ、会議室はもちろん、まあ、そこをですねこうベッドのようにして、まあ、寝ることもできる、それから水道、ガス、それからシャワー、乾燥室、それから大型のですねディーゼルの発電機、うん、そういったものが搭載されているということ、うん、はい、以前はですね、まあ、国で使っていた時にはそこに衛星電話が入っていたりというような形で、まあ、僕たちも今その衛星電話の導入であったりとか、まあ、本当に一般家庭用のエアコンを積んでいるというような状況で、まあ、発電機を使って電気を供給するんですが、まあ、今の状況からするとですね、やはりソーラーパネルだったり、うん、蓄電池だったり、そういったものもこれから導入していこうというようなことでですね、また次回の、うん、このZoomのですねミーティングの時にちょっと写真を皆様に見せできればいいかなと思ってまして、車両自体はですね、はい、もう20年前ぐらい の車両なので、今少しずつですね自分たちでできるところを手を入れながら、車両本体自体は本当にまだまだ使えるものなんですが、少しもう少しですね自分たちでまた使いやすいように改装をしているというような状況でございます。はい、ありがとうございます。いやもうね、このたった2ヶ月とは思えないこの進み具合というか、行動力で36支部も本当にすごい短時間で広がりましたよね。そうですね、うん、やっぱり、まあ、同じ武山派、それから、まあ、真言宗の皆さん含め、やはり、まあ、去年一昨年とですね、まあ、お寺でのそういった防災というようなことの発信をさせていただいたり、やはり、それぞれの寺院の皆様の地域に対する思い、そういったものがですね、やはり、重なってそれぞれの皆さんのご承諾をいただくことができてですね、本当に僕自身も感謝しております。はい、ありがとうございます。まあ、本当にこれから秋で、台風もまだこれからね、たくさん、来てしまうんだろうなと思いますし、そして先ほどおっしゃっておられたように、地震もね、本当にいつ起こるかわからないという中で、まあ、災害は本当に必ずやってくるっていうような心の備え、そして実際の備え、これから本当に大事になってくるんだろうなというふうに、思っております。まあ、今日はですね、このような形で、林さんからのご報告と、それから私からの、そのお写経と支援金のご報告を、させていただきました。まだこれから息の長い支援、を続けていきたいというふうに思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。最後林さんからお伝えしたいことはでしょうか。はい、はい、そうですね、今小池君がおっしゃったようにですね、災害が、まあ、来ないこと、これはもう本当に神仏の加護をいただきながら、私たちはもう自然とですね共に生きていかなければいけない。しかし、想像を絶するようなですね、やはり自然災害等も近年非常にこう続いていますので、それぞれの皆様が、まあ、できる備えをしていただきながら、やはり一日も早くこのコロナ禍も終わりを告げていただいて、
本当に平穏な日常が暮らせることを、これからもですね、仏様にも手を合わせながら、写経をいただく皆様の気持ち、必ず成就すると思いますので、引き続き皆様のお力添えと、世界が平和で安泰であることを願いつつ、できることを精一杯、笑顔でやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当にね、笑顔が幸せになる秘訣というかね、もうよく言われるんですけども、幸せだから笑顔になるんじゃないとね、笑顔でいる努力をしている人がこうのところに幸せがやってくる、これ逆なんだっていうね、話を、お聞きしますけど、まさに笑顔プロジェクトのように、笑顔を忘れずに支援していきたい。そして、お伝えし忘れましたが、その支援金を送ってくださる方、熊本、実際に被災されている方も、お茶経の奉納をしてくださったということもありまして、まあ、ご自身が大変な状況でもあるにもかかわらずですね、こうやって祈りの心を届けてくださる、本当に感謝しております。それでは皆さん、本当に気の抜けない秋、そして冬、コロナもあります。本当に皆さんご無事にお過ごしいただければと思っております。私は妻寺から、そして、林さんは上皇寺からですね、お祈りを重ねてまいりますので、皆様どうぞご無事でお過ごしください。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。林さん、ありがとうございました。本当に皆さんありがとうございます。